対人パスというのを基本にしました。しかし練習において一人でパワフルなパスワークを練習する有効な方法があります。簡単なことです。コーチがわざわざあなたとあなたを練習しなさいと言わなくても、練習自ら一人でできる方法、簡単な方法があります。彼を見てください。仰向けに寝転んでもらいます。そして先ほど紹介しましたプッシュパスを天井に向かって行ってもらいます。そしてキャッチをして、これを繰り返す。この練習はかなりパスの速さが出てきます。それではやってみてください。